モディは、マルイが経営するエンクローズドショッピングモール。2006年9月、東京都町田市に最初の店舗をオープンし、2020年2月現在、首都圏などに5店舗を有する。いずれも、マルイの店舗を受け継ぐ形で開店した。文字とは、ラテン語で、旋律、調和を意味する。専門店街であるが、当初は、マルイ同様、ファッション関連に重点を置いていた。 しかし、2015年11月19日に、渋谷に2巻あった、丸井のうち、丸テ式渋谷をリニューアルし、渋谷モディをオープンするにあたり、医療品の割合を抑え、食品、飲食、雑貨等の比率を高め、こと消費を中心とする SC 型店舗として位置づけた。この渋谷モディでは、それまでの、文字ロゴとは異なる新しい、文字ロゴを採用し、 その後開業した歌詞は、静岡もこのロゴを採用した。その後は、新ロゴへの統一を徐々に言っているようで、町田などでは、新旧のロゴが店舗内外で混在している。当初は、丸いグループの AM クリエイツにより経営されていたが、2019年4月1日に、丸いへ経営外上された。町田モディ町田モディと町田丸い町田モディは、 東京都町田市原町田6-2-6にある。丸井 B 町田をリニューアルして2006年9月28日に開業した。小田急町田駅西口直結、JR 横浜線町田駅、中央口北口斜め向かい。町田駅及び丸井小田急百貨店、町田東急ツインズ、ルミネなどとは、ペデストリアンデッキで結ばれている。 町田もィの立地の歴史横浜線が開業し、小田急線が開業する前の1919 19年から、この土地を含めた周辺は、岡直三郎商店の醤油製造工場があった。この地は、1889年3月31日まで、あった現町田村の南西端にあたり、当時は、現在のように栄えていなかった。しかし、 1927年4月1日に小田急線が開通し、新原町田駅が開業すると、周囲は開発が進んでいった。町役場から進めがあり、醤油工場は1957年に町田町森野に移転し、跡地は区画整理をして、新原町田駅の駅前商店街となった。1963年から株式会社萩原商事により、 スーパーマーケット静岡屋が平屋建てで営業した。1971年に大丸が現在地にビルを建て、10月に大丸町田店を開店し、静岡屋は地下2階に入った。この時は町田映画劇場が入っていた町営ビルに連絡橋がかかっていたが、町田映画劇場が閉場するまでに取り壊された。当時はこの周辺に これほどの高層ビルがなかったため、注目を集めることとなる。しかし、1976年には、隣接地に、小田急百貨店が開店し、大丸町田店は、業績が振るわなくなった。1980年4月1日、国鉄原町田駅が、町田駅として移転し、当地に近づき、小田急の町田駅と国鉄の町田駅を結ぶ。 ペデストリアンデッキから直接入店できるようになった。これを転機に町田大丸として分社化した上で、プラザ BME としてリニューアルオープンし、この時に静岡屋は撤退した。1993年3月には、ペデストリアンデッキの混雑を緩和するため、町田市がプラザ BME 横から、当時の町田、東急百貨店新館までの部分にも、 ペデストリアンデッキを新設した。しかし、プラザ・ビーミーに、リニューアル後も周辺には、東急百貨店、丸井、ルミネなどの大型店が開業したことで、プラザ・ビーミーは2000年2月27日に閉店し、大丸は、町だから撤退した。その後、ペデストリアンデッキで結ばれている丸井が土地、建物ともに買収した上で鉄骨など、ビル骨格部分以外を作り直し、 2001年2月21日に、丸い B 町田として開業した。その後、2006年9月28日にイエレムクリエイツの経営による町田もィとしてリニューアルオープンした。なお、静岡屋については、忠実屋及びグルメシティ関東を参照のこと。トツカモディ。丸い時代は、サインの文字の部分が、おいおいだったトツカモディは、 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町中にある、ラピス戸塚市のキーテナント。丸い戸塚店をリニューアルして、2007年3月15日に開業した。JR 各線、横浜市営地下鉄ブルーライン、戸塚駅東口前。テナントは42点渋谷も D は、東京都渋谷区人南1-21-3にある。1976年に、 丸井渋谷インテリア館として開店。1985年に増床して、リニューアル、丸井渋谷店本館となる。1998年に、丸井シティ渋谷してリニューアル。2015年4月19日をもって、改装のため一時閉店、同年11月19日に、渋谷モディとしてオープンした。前述の通り、文字ロゴを採用した、最初の店舗である。 渋谷のその他店舗については、丸井現在の店舗、過去に存在した、丸井の店舗を参照。テナントは58店柏もディ柏シワもディは千葉県柏市柏一の2の26に、かつて存在した丸井柏店丸井館をリニューアルし、2016年10月27日に、開業した。JR 常磐線、東武の打線柏駅南口から徒歩2分。 柏市内では、2016年に、商業施設の大きな変化が起きている。モディの開業、丸イのリニューアル、セブンパークアリオガシアの開業があった一方で、そごう柏店の閉店も同年に起きている。そごう柏店で営業していた一部店舗が、モディに移設して営業することになった。静岡モディ静岡モディは、静岡県静岡市青井区三行町6の10に、 かつて存在した丸井静岡店 B 館、ケヤプラザをリニューアルし、A 館をリニューアルした、静岡丸井とともに2016年11月19日に開業した。なお、8階のホットヨガスタジオ、カルド静岡は、施設開業から4ヶ月後の2017年3月19日にオープンし、残る7階も2017年中に開業予定だったが、2018年現在も、 閉鎖されたままとなっている。立川ディ立川ディは、東京都立川市明町二の町2-7-17にあった。丸いみに立川をリニューアルして、2007年9月28日に、開業、2012年5月27日に閉店。JR 中央線立川駅北口から徒歩2分、多摩都市モノレール線立川北駅から徒歩2分。閉店直前の時点で、 テナントは34店、閉店後の2012年8月30日に、ロフトがオープンをし、立川ロフトとなる。立川ロフトは2019年5月下旬に閉店し、2019年9月に100円ショップや、薬屋のウェルパークや島村などが入った雑居ビルとなる。川越も D 川越も D は、埼玉県川越市は北町4の2にあった。丸い川越店をリニューアルして、 2007年3月24日、開業、2020年1月31日に閉店。JR 川越線、東武東上線川越駅東口から徒歩3分、西武新宿線本川越駅から徒歩7分。ただし、4階、アニメグッズ、献血ルームと5階については、同年2月以降もビル内で営業を継続している。テナントは29点。 ありがとうございます。